大変だったみたいだな。およ、なんでお嬢フリーズしてんの？あらら、それでいじけてるわけ。ほれ、千歳さんに見してみそう。なんだ、ちょっと傷がついただけじゃ。これならすぐ治るって。機嫌直せよ、お嬢。無理。ネネさんは私の親友。この心の傷はきっと一生治らない。エリカ、そんなもん振り回すお前が悪い。こいつに部屋に行けと言ったのは俺だ。言わなかった俺が悪かった。お前も許してやれ。この前反対された新しい PC 買って。それとこれとは関係ない。機嫌直った。さすがお兄ちゃん。お兄ちゃんつうか、どっちかっつうとお父さんっぽいけどな。うるせえ。エリカ、シガのアカウントの解析は済んだな。もう少し。シガのアカウントを調べさせている依頼人からの要望は、対象のアカウントの破壊だ。あの化け物と遭遇して奴がどうなったのか確認する必要がある。出たよ。アカウントがエラーを起こしてるね。その化け物、何かのバグだったのかも。シガはそれに巻き込まれたか。でもよ、アカウントを食っちまうバグなんて聞いたことないよな。ああ、ザクソンに報告をしておく必要はあるだろう。だな。ま、ともかくこれでザクソンからの依頼は無事完了ってわけだ。それよりさ、新人君の試験はどうだったのよ。ああ、合格だ。マジでやったな。お前フーディーへようこそ。歓迎するぜ。じゃあ、ま、改めて自己紹介といくか。俺は今井千歳だ。よろしくな。リュウジとお嬢とは長い付き合いでさ、チームじゃ情報収集を担当してんの。さっき渡したハチドリちゃん役に立っただろ。興味あったらいつでもいいな。他のマルベオも見せてやるよ。んで、こいつがチームリーダーの三島リュウジ。俺のことはもういいだろう。三島エリカ。もう分かっていると思うが、